神座ケツミ神社は、愛知県名古屋市厚田倉が倉町にある神社。式内社で、厚田神宮境外拙者。厚田神宮と同じく、終わりの祖神を祀る。高蔵地域の鎮守神、うぶすな神で、地元では、神座様と呼ばれ厚く信仰されている。祭神は次の人柱。演起式神明町での祭神の記載は一座。社名には、おこかみと見えるが、 これについて、俗日本語記では日割りおこかみ、孫若おこかみとともに、鉱座決おこかみが、厚田大宮おこかみであると明記されており、古くから厚田神宮と深い関係にあった神になる。現在の人格神に否定される、高倉加盟は、尾張氏の祖神として知られる神であるが、文献によればその他に、中愛天皇説、聖武天皇説、聖武天皇、 中愛天皇両下見説などがあった。創建は不詳。伝承では、天武天皇のおよかとも、厚田神宮本宮と同時期かとも言う。高座結三古神社を含む厚田神宮の境外接者に関しては、古墳時代の終わり諸勢力の分布との対応を指摘する説がある。この中で、厚田大地の主勢力が、その他勢力を吸収した、結果、各神社が、 厚田神宮の神東府に組み込まれるに至ったと推測されている。特に高座決三古神社及び高蔵公園の周辺では、高蔵貝塚、高蔵古墳群などの弥生時代から古墳時代にわたる遺跡の立地が知られる。この高蔵遺跡は東西約500メートル、南北約700メートルに及ぶ大規模なもので、弥生時代の遺跡としては全国的にも知られるほか、 古墳時代としてはダンプ山古墳、白鳥古墳などの主長母の造営に直接関与した集団の遺跡とされる。国史では、俗日本語記、上和二年上において、尾張国の日割りおこかみ、孫若おこかみ、高座決おこかみの厚田大見はおこかみ三神を、名神に列するという旨の記述がある。延長五年成立の演技式新名帳では、尾張国愛知軍に、 郷座結見個神社名神大と記載され、名神大社に列している。また、尾張国内神明町では、高蔵名神、または、郷座名神と記載されている。元気2年の造営の際には、織田信長からの寄進があったほか、江戸時代の元那4年には、八塚家政による修理があり、また、上京3年の江戸幕府による、厚田神宮造営の際には当社にも、修理のことがあった。 社殿は、終わりつく時の二塗りであったが、昭和20年に、戦災でほとんどを消失、昭和38年に消失以前に準じる形態で、再建された。境内に次の末社四社が鎮座する。近世頃には他に、三たら神社、海神社があったという、所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。